つくさん、はい、楽しみな一戦じゃないでしょうか。一番想像つかなくて楽しみにしてました。いや、癖の強い YouTuber 対決でもありますよね。ケンオ選手の入場の時の藤沢アナの紹介がやっぱ改めて読んでると面白かったですね。いいでしょうけど、なかなか面白い。あっと、場外でのエクスプロイだ。これは痛烈な一撃のところに来てそうですね。しかしその威力上がってきてますね。はい、痛みをしていく。しかし重い長田の蹴り。ヒロキ選手、はい、蹴りの種類もちょっと違いますよね。そうですね、はい、永田裕二はその蹴りのベースに向かいというものがあります。あ、でもケオンも負けてないですからね、はい、蹴りに関しては。あそこで引かなかったですよね。そうです。さあ、アンクル取っているぞ。これはまさか出ますか。降臨しますか。しっかりと永田を見据えているが、いや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 、エスケープはさせない、エスケープはさせない。前哨戦ではこれで何度も、ああいやあ、白飯系いい顔してる。いや、これは永田は視界には入っていないでしょうが、もう空気は感じているでしょう。昨日スペシャル切り返していましたからね。やっぱあの辺り、あ、さあ出るのか。白目には白目を、さあ絞り上げるか。大白目コールの中、日本武道館白目式腕固め。武道館が揺れてる。これはいけない。永田が吠えた。流れ式エクスプロイダー選手、体リバウンドしましたね今。いや、吹っ飛んだ。カウントアップ。ぐるぐる強い返します。いや、松木さん、いや、もう本当にとてつもない飛距離でしたよね。恐ろしいですね。ケンオです。10年前にあのタッグで対戦した時にはこのバックドロップホールドでケンオ選手スリーカウント奪われてますからね。2014年ケンオが超希望軍所属時代6人タッグで対戦してるんですよね。うわ、それ以来接点のなかった2人が。永田選手強い。日本だ。ヒロキ選手、うわ、今のはえぐいのが決まりましたね。大丈夫ですかね。